教えてみこちゃん。どうかな？その後全身が腫れる日が日々です。蕁麻疹だね。はいはい。はい、教えてみこちゃん。はい、どうぞ。映ってる？あ、はい、映ってはないんだ。大丈夫だよ。顔は出てないから大丈夫。そうなんだ。すはごい。いシステム。はい？すごいシステムですいや、ね。システムってなんか知らないけど、顔は出ないから大丈夫。声だけ。すごい。はい。よかった、来てくれてありがとう。よろしくお願はいいしはいます。はいはい。難病なんですか？難病みたいです。なんか原因がわからなはいいみはいたいで。はい。ああ、大丈夫大丈夫。あなた、生年月日わかる？はい。昭和はい。52年。ちょっと待って、昭和51、52年、何月？52年の2月でうん。す。2月何日？16日。あ、じゃあ、正常前だね。52月16日だと早生まれじゃないか。五黄土星、あ、ここだ。五黄土星です。あ、五黄土星だね。これだね。黄色が自分で、赤が親星。わかるよね、これ。で、あんまわかんないああ、かそういうも。のわかんないか。あのね、自分の色はね、カーディガンを黄色にして、上にね、イヤリングは赤いイヤリングがいい。赤赤。いよりも。うん、赤かな。小さいんでも何でもいいから。赤い帽子でも、こんなもんでもいいんだよね。こういうのあ赤いる？帽子。ないです。もしあったら、これ頭の上に乗っけるだけで違うから。で、白いスカート。白いスカート。はい。ズボンかスカート。下。今着てんの何色？今、グレーのパジャマを着ていあ、ます。グレーか。そしたら、黄色なんかねえかな。黄色、鳩サブレーの箱しかない。じゃあ、その箱をね、箱ってちょん切れる？胸のとこにこうちょこっと引っ掛けられない？箱取って、うん。少々お待ちください。悪いね。箱、はい、箱来ました。はい、それを胸のとこ置いてくんねえかな。置きました。下は何色？下、ズボンか、パジャマは何色？全部グレー？下がグレーで上が黒です。あ、黒、あ、やべえ、黒じゃだ、え？あ、黒、黒あ、が黒はいいんグレー。だ。あれ？あなたなんだっけ？ゴード星。ご、あ、じゃあ黒、そう、あ、双黒、双星だから、あれだね、双黒になって逆黒になっちゃうな。黒ね、下が黒？上が黒。上が黒、下がグレー。下がグレー。グレー。じゃあ、上黒だったらそこに黄色。黄色あるでしょ？さっきのもう、乗っける。乗せてます。で、下のところに、手ぬぐいの白いのは、ね、あるでしょ。手ぬぐいの白。それかけといてくんねえから、足のとこでもいいから。これなんでやるかっていうとね、これ、色っていうのはすごく影響を起こすんですよ。これ自分でわかんないでしょ。これ色が体に影響をものすごく起こすの。これは五行の双星双黒って言って、あなたはここでこう、いろんな色になってますよね。で、この色を、自分の色は黄色なの。できれば黄色着た方がいいよ。いつも？いつも。カーディガンは。だから真ん中、要するに、直帰でも何でも黄色っぽい色がいいわけ。いや、黄色と茶、あの、なんていうんだ、この色。土っぽい色。あ、そう、土。土星だから。できたらこの色がいいわけ。ね。そうすると、色で体がコントロールできちゃうんだ。黒ばっかり着てた。いや、黒、逆黒で言っちゃうから、いじめられちゃうんだ、あなた。いじめられはしないけど、結構いろいろ受けやすいかも。違う違う、黒色着てるから、黒は
あなたはね、創生でこう、苦労にエネルギーを射するために言ってるんですよね。それがこっちに来ちゃう。だから、例えばね、これね、いいか？面白いことやってみようか。いいかい？これ、いいかい？これ、こう、これ見て、こう、こう来ると嫌だろ。そうされると嫌ではあります。嫌でしょ？ところがいいか？これをこうやったら嫌じゃないでしょ、いいか？これあるでしょ？これ、こう来たら嫌じゃないでしょ、ほら。そうね。うん、これはなぜかっていうとね、そう告してるわけ。だからあなたの方が強いんですよ、黒より。ところが、これからこっちに向かうのは逆刻なんですよ。これを切るっていうことは、これでこう上がってるんです、ここに。あなたの。これ嫌でしょ、こうやったら。嫌じゃない？胃がこう上がってきて、こうやったら嫌でしょ？うん、なんか気持ち悪く。気持ち悪いでしょ？でも今来てて気持ち悪くないでしょ？今、なんかそんな言われるとちょっと脱ごうかな、みたいな。そうそう、そうなっちゃうんですよ。だから黄色を着てください。今、それでいいから。はい、箱でいい。サブレの箱で。それでね、意外、アルミホイルあるかな？アルミがね、あ？あ、買ってきた？買ってきたそうで、ある。あるある、あ、じゃあいいや、アルミホイルを、うん、これこのぐらいにちょん切って、はい。これ胸のとこにこう置いてくんねえか？鳩サブレの下？あ、下、下、そう、鳩サブレの下にこう置いてくんね。はい。な、それやったらもうバッチリだから。もうすぐ気が入っちゃう。お顔がすっかり全部拝見できました。こんばんは。あ、こんばんは。そうしたらバッチリだ。今もうアルミつけたら体が暖かくなったでしょ。どうですか？なんかね、体温調節もおかしいんですよ。だその治るかないで。今体はほらどう、アルミつけたらどうなった？今、つけたばっかり。体がバッと暖かくなって、呼吸が楽になったでしょ。おぉ。ん？どうかな？多分楽になってるよ。わかんない？うん、まだ、ちょっとわかんない。いいかね？これ、こうやったら入る時期が、ほら。手見て。ほら。見てる。こう見てやな。なんかぐわーって左の肩から入ってくるでしょ、ほら。わかるでしょ、ほら。うん。アルミ外してみな。入らないから。ほら。止まっちゃったでしょ。おぉ、なんかそう言われると。で、アルミつけてみな。今度はさーっと入るよ。ほら、ビヨーン大将ら。はい。ほら、スワーッと吐いて、右の足からシューッと抜けるでしょ、ほら。どう？ほら、足、右の足に降りてくる。左の肩から、ぐわーってなんか入って、お腹を通って、スーって、右の足のかかとから抜けるでしょ、ほら。わかるでしょ？はい。いいかい？今度、右の肩から入れるよ。はい、入った。はい、左の足に、スーッと抜ける。ほーら。抜けない？いや、そんな気がします。あ、それで、スーッと抜けて、腰が楽でしょ。確かに。腰ずっと痛かった。はい、腰も痛くなくなっちゃう。いいかな？不思議でしょう。はい。それでね、これ赤はね、こう乗っけるとまた違うんだよ。赤ないな。なんかない？赤色をそこは焚いてるけど、赤はないな。赤じゃね、面白いことやってみよう。ボールペンある？白い紙あるでしょ？はい。ボールペンにね、赤って書いてみな。それでも有効？大丈夫なの。その代わり、あなたの想念で、その赤っていう白いのを、赤じゃねえ、赤って書いた白いのを、ね、赤と思ってみな。想念で思ってみな。だからこれ白い紙に赤って書くでしょ？
紙に赤って書いて、これは赤だって思うの。うん、いやてな、そうしたら、はい、ものすごく信じる。そうそうそう。それがあなたどのぐらい強いか試してみよう。それで、のっけてみな、これ。こうやって。のっけた？赤っていう字がうまく書けなかったけど。いや、ひらがなで赤でいいから。何でもいいの。もう字じゃないんだよ、それ。赤って思えばいいのか？そうだ、そうだ。そうだ、思っていいか？俺がこれを。赤を？いいか？赤をどこに？そう、頭に乗っける。俺と一緒にこう乗っける。いいかな？のけた？いくぞ！ほら！さあ来たぞ！どう？おぉ、なんか、強いでしょ？動いてる気がする。はい、うん、動いてる気がする。そう。これで色が揃ったわけ、これ。これが。これだけ効果があるの、色っていうのは。緑は全然いらないの？いらないよ。緑は彫刻できちゃうから。ああ、そうなんだ。それでこっちへ逆刻なの。あ、これは、黒は、緑、ああ、黄色からこっち黒来てるでしょ？これは彫刻できてるから、うん、あなたのが強いから、なるべくなら黒をこうやっていかない方がいいの。うんうん。わかった？それでこれで、はい、いいかな？あ、これで5行が正常か正常じゃないか試してみるか？はい。これを右に回す、ほら、どうなった？あなたの体は、うん、あったかいでしょ。胃が楽じゃない？ほら、うん、揚げ物いっぱい食べたけど、さっぱりしたでしょ、胃が。ほらどう？ほらいいかな？それでいいかい？ここに降りた、ここを回すと、うん、ほら、これは肺と大腸で肺が楽になってくる。ほら。呼吸が楽でしょ。ほら、お腹の具合が良くなる。便秘しない。ほらほら。すごいでしょ。これ逆に回してみようか。こっち、こっちに回したら嫌だろう。こっちの方がいいでしょ。右回り、ね。そう、全部右回りが、ここに、ここやったら今度足があったかくなるぞ、ほら。どう今。足の先っぽがあったかい、ほら。どうですか、ほら。顔がほてらない。また呼吸が余計楽になる。うん、ほーら、うん。すごいでしょう。ほらほらほら。これがこっち行くの嫌だろ。これ嫌だろ。さっきからちょいちょいそっちにやるんだから。これ嫌だよな。ところが、これがこっち行くの、ここのとこ嫌でしょ？うん。ところが嫌じゃなくなることが起きるかい？これ嫌だろ？うん。嫌だよな。そりゃここは、うん、こっから上上がんないから、こっちからこう来るからな。うん。じゃあ、ここを外すぞ。で、今度、こっからこう来るのは嫌じゃないでしょ。うん。だけど、こう外して、こっからこう上がるのは嫌でしょう。うん。うん。まあ、それ分かればいいかい？次、ここに来る。ほら。おー、緑来た。来た。目がどうなった？あ、そう。目も見えづらいんだよね。で、これどうなった今、ほら。カレーかなと思ってたけど。いや、違う違う違う。大丈夫、大丈夫。ほら。目がすっきりしてきた。うん。ほら、肝臓の中が良くなってきたの、これ。ここ肝臓のツボなんですよ。関係なんですよ。目って肝臓？そう。目は肝に宿る。肝は目に宿る。どっち同じなの。目が悪くなるっていうのは肝臓がちょっと弱くなると目が悪くなる。ああ。だからこうやってると肝臓が良くなってくる。ほら。だから目がほら、よく見えるようになる。肝臓超大事。ん？そう、大事だよ。だから、こういう、これを作って、こうやってここを回してりゃ、あなたの目は、どんどん良くなっちゃう。いいかな？ここを回して、どっち行きたい？こっちとこっち。さっきはなんか変なこと言ったよな。こっちと、
こっちとこっちどっち行きたい？え、あ、黄色に。え？黄色に。黄色に行きたい？ダメ。これダメだよ。いいか？今こう黄色行きたいだろ？うん。行きたいだろ？ちょっと戻るよ。いいか？戻んの？いや、ここを違うんだよ。ここをこうやってやるとどうだ、ほら。だん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 、おほら、あなたは、ここが、実しなくなるから、ほら。いいかな、うん、はい、今度どこ行きたい、赤かな、そう、それでいいの。これで OK。いいかな、今楽でしょう。すごい楽でしょう、はい。うん。ね、で、ここに戻った。さあ、ここからだよ。これですごい楽でしょう。もっと楽になるか、意外？今度ここに来るときどうだ？嫌か嫌じゃないか？うん、嫌じゃないです。ね？面白い。さっき嫌だったでしょ、こっち行くの。いいかな？うん、今度上に上がる、こうやってほら。ここを回す。ここに下に降りる。だんだんあなたは楽になってくる。ほら。食べたもんが消化して下から出てく感じ。はい、これどうなった？今どう？どんな状態？どっか悪いとこある？今ないです。だから慢性病とかなんか言ってたでしょ？うん。あれはね、この流れをうまくするといいの。だからいいかい？今度か、うん、回さないよ、いいかい？よく見てて。うん、こう来て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 、ここへ来る。うん、そしたら、エネルギーをシャーする。ここ行って、ここ行って、ここ行って、ここ行って。はい、楽になった。例えばな、これ、こうや、意外？こうやってると嫌だろ。うん。それはなぜかって、あなたの、ここが熱くなるの。今、顔熱くなってきただろ。うん、熱い。熱いだろ？ほら、どんどん熱くなるよ。それが実っていうの。そして今度それを、こうやんのかい？うん。顔が今度どうなった？ほら。涼しいでしょ？はい。これやりすぎるとどうなる？今度ほら。やりすぎないで。やりすぎると寒くなるんだよ。だから一周回したら必ずシャをする、これを。そうすれば OK。っていうことは、必ずこれからマイナスの処理をする。なんか嫌なこともやる、進んで。うん。それ嫌なことを逃げると、ここが実する。うん。それと同時に、この足を冷やすと、ここが上に上がれなくなるから、ここが実する。だから足は大事なの。冷やしちゃダメなの。温める。ドキッとする、うん。足すごい冷えてるから。そうでしょ、ほら。こうやったらどうなる、足は。足、あったかくなる。不思議でしょ？っていうことは、あなたが、この黒いマウスで、これをやるわけ、うん。毎日これやる。そしたらあなたはもう、慢性病がなくなっちゃうんだよ。グレーだ。あれ、グレー？うん。ほら。マウスね。グレーじゃなく、だからそれグレーでもいいから、黒と思うんだよ。あなたの想念は強いから。わかった？そうだった。想念でね。そう、想念で。ね。だから何事もあなたは、自分の想念をグッとやると、目的が叶うんだけど、マイナスの想念をやると、あなたそっち入っちゃうの。わかる？わかる。だから、それを気をつけなさい。プラスの方をやる。そうね。気持ちをしっかり持とう。そうそうそう。それでいいか？もう一つやってみようか？はい。丹田の締め方わかるか？丹田。お腹。そうそう。わかんないでしょ？わかんない。丹田っていうのはお腹のとこにこのぐらいの窓があるわけ。こうやって窓を作る、ここにな。それをこう開くわけ。閉じるわけ。はい。それを自分の中でやるが。はい。ここは窓を開く。閉じる。はい、開く。閉じる、はい。はい。開いてみて、自分でこういうふうに。感覚。あくまでもこれ感覚だから。
ふわーって開く。開いたよ。閉じて。閉じた？閉じた。よし、いいか、うん、閉じたらエネルギーが入らないんですよ。いや、これ今実験してみようか。いいかな、うん、今こっから波動を送るけど、丹田が空いてたら入るから。うん、ほら、今どうぞ入るか。え、だって今閉じてるの。そうそうそう。すごいすごいすごい。そうでいい。じゃあ開けてみな。はい。どうだ、ほら。なんか入ってくるだろう、ふわんって。うん。あったかいのが、ふわーって。うん。体中に回るでしょ。うん。どう？どんどん体が、どうなった？暖かくなる？なったでしょ？うん。いいかな？じゃあ、そのまましてて、後ろちょっと気をつけて。え？後ろ何もない？後ろ壁。壁？うん、少し隙間があるだろ？うん、ない。ない？じゃ、ちょっと前に出てみな。1メートルぐらい前に出てみな。ちょっとね、動けないんだよね、今。なんか悪い状態なの？うん、あんまり良くない状態。な、体がどうなってんの？うん、痺れてるから、あんまり動かない。じゃあ今、痺れ、丹田開けといていいかい？どこ痺れてる、うん、え、全部。顔とか、手とか足。いいかな？行くぞ。はい。丹田からぐーっと波動が入る。いいかな？ほら、どんどん入る。かな？あなたの体の痺れがぐーっとなくなる。ほら。どう？ほら。ほら、手見て。お腹に入るエネルギーが、体の痺れが、ビヨーンとなくなる。ほら。力強い。どう？ほら、しびれ取れたろ。うん。どこが残ってる？左の手。よし、左の手に波動をぐーっとお腹から入れた。うん。ほら、どう？うん。うん？どんな感じ？なんかね、冷たくはなったけど。はい、その手からシューッと抜ける。うん。ガスが抜けた。どんどん抜けて出る。そっから悪いのが。体中の悪いのがそっから出る。どう？うん、めっちゃイメージした。はい、いいぞ、いいぞ、いいぞ。どうした？したら。うん。なんか、気持ちいい感じ。楽になったでしょ？うん。そ、今度、そこのとこから、あったかくなる。止まった。止まんない？流れが止まったでしょ？うん。はい、体がそこからあったかくなる。ぐわーんって。おー！どう？うん。どうなった？なんかね、足は冷たいけどね、左手があったか。よーし、足も温めちゃおう。行くぞ。おい。お腹が入る。ぐーっと入った。足、どっちの足？左には入った。右に行くぞ。ぶわっ。どう？右の足がぐわっと熱くなった、ほら。うん。ありがとうございます。どう、なったでしょ？うん。意外？それ立ってる。もう立てるだろ？立てない？うん。ちょっと今立てないかな。あ、いいや、立てなくて座ってんでしょ、そこへ。はい。いいかな？後ろにグッと押される。どう？うん。ん？うん、圧は感じる。後ろにもっと押される、ほら。今
目開けたらびっくりした。ほら、ぐーんと押されるほら。うん。壁にベターってくっついちゃうほら。前に来れない。おお。押されて来れない。どう？おお。ほら、前に来れないでしょ、ほら。うん。どう？うんうん、来れない感じ。意外？今度意外？足が動かない！ぐーっと金縛り、ほら。どうだ？動くか？どう？足動かないでしょ？うん、すごーい。はい、が？今度手も動かない！どう？うん。それじゃあ、動けないじゃない。どうしたらいい？どうしたらいい？いいかな？丹田今開いてるだろ？開いてる。閉じてみな。エネルギーが入らないからもう。今ガーッと開いてるとどんどん入ってる。どんどん金縛り動けない！ビカーンと動けなくなった、ほら。動けるか？動けない。でしょ？はい、丹田閉めて、動けるって自分で思ってみな。そうするとこっちからのエネルギーがスポッて止まるから。どう？うん、閉じたよ。はい、したらどうなった？ほら、動けるでしょ？動ける。っていうことは、あなたは、カッティングができるようになったの。世の中の嫌なことが入ってきたら、丹田閉めちゃえ。あ、すごい、いいこと、めっちゃいいこと教えてくれた。はい。だから、彼氏が来たら開けてあげて、変なじいさん来たらシュッと閉めちゃう。わかったね。わかった。嫌な上司が来たらシュッと閉めちゃう。すごい。めっちゃそういうね、なんかね、ブロックみたいなの全然できなかった。あ、今できるようになった、これでほら。だから、丹田を意識して、嫌な人が来たら閉めちゃう。嫌な人じゃない人は開ける。なんかさ、なんかその、嫌な人と嫌じゃない人の判断がね、いまいちね、上手じゃないんだよな。だから自分にとって、危害があるなと思ったら閉めりじゃん。危害が、なんかね、疑わないんだろうね。人が良すぎるんだよ。だから、影響度合いが強いでしょ。はい？みんないい人だと思ってる。だからダメなんだよ、それじゃあ。中にはいい人ばかしじゃないの。そうだよね。だから、自分でおかしいなと思ったら閉めればいいわけ。うん。そうしないと、あなたの場合はいろんな邪気が入っちゃうの。もう全然、全部受け入れてると思う。だから、それだからダメなんだよ。例えば、墓場なんて行ってみろ。うん。みんなしょっちゃうだろう。かもしれない。病院なんて行ったら帰ってきたら体ガタガタだろ。うん。あれみんなしょっちゃうんだよ。うん、だから、私なんか超元気だからいいよいいよ、分けてあげるみたいなとこがあるかもしれない。それもいいんだけど、それをやってるといくら若くても体が参っちゃうよ。そう、参ったから多分ね、ジンマシンが超出たんだけど。そう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 。わかるでしょ、ね、アレルギーになっちゃう、それで。だから、嫌なとこ行くときは、丹田を閉めていく。わかった。わかった？それで、色を、うん、黄色を真ん中にして、上は赤い帽子でも赤いイヤリング、形はどうでもいい。下は白。うん。うん、わかったね。イヤリングでもよかったよね、はい。あ、イヤリング、こうイヤリングでいいか、赤だったら。はい。ね、大きさじゃないの、色なの。色、色ね。はいはい。で、黄色色を着る。はい。で、下は白。うん。で、靴下が、下、あ違う、え下が白、靴下が黒。で、靴が緑。そしたら完璧。そしたらどこに出ても。そのイラスト作ろう。そうそう、どこに出てもあなたは事故を起こしたり、
嫌なことはもう起きない。おー。だって、色わかるだろ、さっきやったらわかるでしょ。うん、わかった。色を変えたらビゴーンって入ったでしょ。うん。ね、あと丹田の締め方。うん。それがわかれば、もう一生病気はしない。すごい、有料級これ。ん？有料級。まあ、有料級と思えば、有料級と思えばそう。そうじゃないと、まあそう。どっちでもいいんだ、そんなことは。すごい、いいこと教えてもらった。はい、頑張ってやってね。はーい、ありがとうございます。はいはい、じゃあみんなに、お礼を言って降りていいよ。ほーい。ありがとうございました。長々とお付き合いいただきまして。はい、ご苦労様。はーい。これはこのままで、はい。閉じれるの？閉じ、俺がやってあげる。はい、降りた。はい、そういうことで、この人は何だっけ？六泊だっけ？あ、じゃない、五か。ルミちゃん、あはルミちゃんね、はい、黒。先ほど、あはいはい、どう調子、あはい、どうなったあれ。ルミちゃん、ルミちゃん、どうなりました、はい。あ、よくなった、よかったね、ルミちゃん。すごく調子出たでしょ、ほら。黒のマウス、コシコシやったら。はいはい。よかった、よかった、はい。もう一人にその名前なんだっけ、教えて、なんとかちゃん。あ、これでいいや。取っとかないとわかんなくなる。あら？あ、上上がったんだっけ？なんだか知らない。教えて、みこちゃん。みこちゃんだかなんだか。よっこいしょ。よっこらさ。はい。教えて、なんとかちゃん。はい、フローバック。教えて、みこちゃん。はい、はい、はい、と。あれ、あと、あ、ダメだ。あれ、もう一回。よっこいしょ。あら、消えちゃった。おらっしょ。よっこいしょ。ん？はい、これで OK。あ、教えてみこちゃん、お母ちゃんさ、ああ、それで。まあいいや。本名です。あ、本名なのこれね。まあ何でもいいや。はい、次の方、どうぞ。あ、これ、これ消さないといい。